皆様こんにちは。株式会社コナカの堀江と申します。突然ですが皆様、そろそろ気温も暑くなってきましたが、クールビズスタイルの準備はお済みでしょうか。クールビズと言いますと、ネクタイを外してジャケットを外してということで、そのままのワイシャツ姿でお仕事をされている方が多かったですが、最近ではそんなワイシャツとパンツだけのスタイルでもこだわりを持って着こなす方も増えてまいりました。そこで今回はクールビズのワイシャツとスラックスの選び方についてご説明をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。それではまずワイシャツの選び方からご説明をいたします。ポイントは3つございます。まず1つ目ですが、襟型になります。ネクタイをしないスタイルになりますので、第1ボタンを外して着用いたしますが、通常のレギュラーカラーやワイドカラーですと、どうしても首周り、襟がへたってしまってだらしなく見えますので、そういった時にはこちらのようなボタンダウンやホリゾンタルカラーという襟を選んでいただくとよろしいかと思います。こちらのボタンダウンであれば、襟先にボタンが止まっておりますので、第1ボタンを外しても襟が寝てしまうことがなく、襟立ちがきれいにお召しいただけます。またこちらのホリゾンタルカラーであれば、襟の角度が広い襟型になりますが、実はこの襟跳ねがすごくコンパクトになりますので、襟が寝づらく、また首周りがすっきり見えますので、納体のスタイルとしてはこの襟型がおすすめとなります。続いて2つ目のポイントといたしましては、色柄になります。ネクタイがなくなりますので、着こなしにアクセントがなくなってしまいますので、まずワイシャツに関しては白無地もいいんですが、できましたらあえてこういった色味のついたサックスのシャツなどを選んでいただくとよろしいかと思います。また柄がコーディネートの中になくなってしまいますので、あえてワイシャツに少しこういった強い柄を持たせてコーディネートのアクセントにしていただくのもおすすめでございます。そして最後3つ目のポイントになりますが、袖の長さになりまして、こういった半袖を選ぶか長袖を選ぶかという形になりますが、やはり半袖の方が圧倒的に涼しくはなりますが、少し肌が見える面積が増えますので、ややカジュアルな印象に移ってしまうということで、最近ではちょっとおしゃれな方はあえてこういう長袖を選んで着こなされている方もいらっしゃいますので、ぜひご参考にしてみてください。続いてパンツの選び方についてご説明をいたします。こちらポイントは2つございます。まず1つ目は素材選びになります。こちら左から、こちらはコットン素材、あと麻を使ったリネン素材、そして最後こちら洗える素材というふうになっております。コットンやリネンですと通気性も良く、非常に夏に向いているスラックスとされております。また夏場は汗をかきますので、やはりこまめにメンテナンスをしたいというお客様も多いかと思いますので、最近ではこういったポリエステル 100% の洗えるスラックスというものも多く出ておりますので、素材選びの参考にしてみてください。続きましてポイントの2つ目といたしましては、色選びになります。ここではベージュなども出ておりますが、おすすめはやはりネイビーやグレーのスラックスをおすすめいたします。先ほどワイシャツのところでワイシャツにアクセントを持たせるためにカラーや柄の入ったものをご説明をさせていただきましたので、スラックスにもそういったものを持ってきてしまうと少し派手な印象になりますので、スラックスはあえて控えめで合わせやすいネイビーやグレーを選んでいただくことをお勧めいたします。それでは先ほどのワイシャツとスラックスの選び方を踏まえまして、一つちょっとコーディネートを組んでみましたのでご覧になってみてください。ワイシャツはボタンダウンの襟で、淡いサックスのストライプの入っているワイシャツになります。スラックスに関しましてはネイビーのシンプルなパンツになっておりまして、このように上下で合わせますとワイシャツが淡い色で下が濃い色になりますので、上下でコントラストがついて躍動感のあるスポーティーな着こなしになってまいりまして、非常に爽やかにお召しいただけると思います。また実はクールビズスタイルにおいて重要なアイテムはベルトだったりシューズだったりします。特にベルトはジャケットがなくなりますと全体が人の目に触れるようになっておりますので、少しアクセントを持たせるためにこういったメッシュベルトなどを取り入れてみてもよろしいかと思います。またシューズに関しましても、せっかくの少しカジュアルな砕けた印象ですので、こういったローファーなどにチャレンジしてみていただいてもよろしいかと思います。そして最後にこういった基本なコーディネートもよろしいんですが、ちょっとドレッシーにしたいな、もしくはワイシャツ1枚だとちょっとなという方に向けて、こういったベストのスタイルなどもお勧めしております。ワイシャツのスタイルにベストが入るだけでコーディネートが引き締まって見えて、ややドレッシーに装えますのでお勧めです。
またネクタイがなくなってどうしても首周りが寂しくなりますので、最近ではこういうネッカチーフというものも人気が出てきておりますので、ぜひこういったものにもチャレンジしてみていただければと思います。皆様いかがでしたでしょうか。ぜひ今回の動画を参考にしていただきまして、涼しくかっこよくお仕事をしていただけるようにお願いいたします。今回の動画は以上となります。次回もどうぞよろしくお願いいたします。